ちょっと福ちゃん行こう。福ちゃん、中日ドラゴンズ福ちゃんですよ。これが素晴らしい。ただここ最近ちょっと微妙だからな、ちょっとな頑張ってもらわないと。いい構え、びっくりした今、なんちゅう構えだって。いい、そういう見せ見せるな。それやったら怒られるな、小学校とかだったら。生きるな、普通に裁くことが一番かっこいいんだから。踏ん張って投げるな、あんな正面のゴロ。生きるなよマジ雄大。阪神タイガースさん、ありがとうございます。まあでもこれでいよいよ最後かな、トレードも。多分もう正直ね、トレードできる選手がいなくなっちゃったんだよな。まあてなところで、広島東洋カープからもらった選手をトレード出すっていうね、とんでもない商業にしてたんだけど。で、湯浅を取った理由は、まず一つは、なんだっけ、なんだっけって失礼だな、岩崎か。岩崎が楽天で、楽天に、まあ、壊されてしまったこと。で、急遽やっぱちょっともちゃんと使える中継ぎが欲しくなったっていうのが一つ目と、二つ目は、なんかこのリアルの世界で、阪神ファンが、湯浅いいねって言ってるの見て、ちょっと羨ましくなっちゃった。俺も、湯浅はいいなって言いたくなっちゃった。宮城くんはなぜか中継ぎ起用されていると。はいはい。で、抑えは平。見えますね、増田直也、日本ハムが。さあ、見せてこい。お前たちの勇姿を。ちゃんと、フィールズ。オースティン使うな、てめえ、おい。出すわけねえだろ、お前。ふざけるな。出すかよ、うちのオースティンを。山川出とけ。出させるわけがねえ。当たり前だろ。うるせえ。ツイッターで采配どうこう言われてもいいよ、別に。今年なんか高津監督のリリーフがあって。ぐちぐち言われてたけど。言われてもいいよ。オースティンは状態が良くないんだから。いいよ。出すわけがねえ。春樹も出さんぞ。平等に行くからな。